はブルガリアの首都ソフィアにあるブルガリア正教会の大聖堂。ネオビザンティン建築様式で建てられた聖堂はブルガリア総主教の本拠地として機能し、世界最大級の正教会の聖堂であるとともに、多くの観光客が訪れるソフィアのシンボルともなっている。アレクサンドルネフスキーを記念している。夜景アレクサンドルネフスキー大聖堂はドームが交差する。 バシリカ建築で、特に中央のドーム部分が強調されている。金メッキされた聖堂のドームは45メートルあり、城を含めると50.5ミリメートルの高さを誇る。寺院は総重量23に及ぶ12個の鐘を備え、その中でも最も重いものは12トンで、最も軽い鐘は10キログラムしかない。内部は様々な色で彩られた。 イタリアの大理石やブラジルの島目のアラバスターと豪華な素材で装飾されている。中央のドームは天守業が薄い金の文字で彫刻されている。大聖堂の地下聖堂にはブルガリアの製造の博物館があり、ブルガリア国立美術館の一部分を成している。また、教会側はこの博物館がヨーロッパにおける。 聖教会製造の最も大きなコレクションであると主張している。大聖堂の周辺では小さなフリーマーケットで手製の織物やアンティークを購入することができる。このソフィアにあるアレクサンドルネフスキー大聖堂は3170平方メートルの敷地面積で5000人を収容できる。アレクサンドルネフスキー大聖堂の建設が 開始されたのは1882年のことで、この際祖先が置かれたが、その後1877年のロト戦争で戦死したロシア兵を称えて、実際は1904年から1912年に建設された。これは、この戦争により、ブルガリアがオスマン人の支配から解放される結果となったためで、ある。大聖堂は、 アレクサンドル・ポメランツェフによりデザインされ、アレクサンドル・スミルノフとアレクサンドル・ヤコフレフが援助を行った。イァン・ボゴモロフによる最初の1884年から1885年の計画は、このポメランツェフによって根本的に変更されている。最終的なデザイン案は1898年に構想が完了し、建設と装飾はこれまで述べた。 建築家以外にも、ブルガリア人、ロシア人、オーストリア系ハンガリー人ほかヨーロッパの芸術家、建築家チームとともに、ペトコ・モムチロフ、ヨルダン・ミラノフ、ハララン・ピタチェフ、イバン・ミルクビチカ、エイキセリョフ、アントン・ミトフ等のアーティスト、建築家たちが携わった。大理石の部分と照明設備は、ドイツのミュンヘンで、門の金属部は、ベルリンで製造されたが、一方で、 門自体は、オーストリアのウィーンにあるガールバンベルク工場で製作され、モザイクはイタリアのベネツィアから輸送されたものである。大聖堂の名称は、1916年から1920年の短期間のみ、聖キュリロスと聖メトディウス大聖堂に変更されていたが、その後は元の名称に戻された。1924年に、 アレクサンドルネフスキー大聖堂は分解跡として示されている。ありがとうございます。